はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビッシュです。では今回はハーツオブアイアン4の現代モード続きをプレイしていきましょうというところで、早速続きをやっていきます。フィリピンの海戦がですね、まだ3ヶ月ほどあるという状況なので、まずはね、艦隊を一度沖縄に集結させましょうというところで、沖縄にね、集結させます。で、それぞれの作戦目標をね、しっかりはっきりさせましょう。で、艦隊は第1から第3、第5艦隊までが、いわゆる水上部隊、空母を含む水上部隊で、潜水艦隊1、2というのが、潜水艦の艦隊ですね、そのまんまになりますが。で、潜水艦隊も一度呼び戻しましょう。で、それぞれの作戦域をね、しっかりと明確にします。準備よし。で、それぞれね、強襲上陸に備えて、部隊を配備していくんですが、まず砲兵大隊の1ですね。砲兵大隊の1は沖縄に集結させておいて、自動車大隊は尖閣に移動させておきましょう。で、戦車大隊ですね。戦車大隊をどこに置くかだな。同時に強襲上陸をやっぱかけたいので、同じ港というわけにはいかないんですよね。なので、どこに置くかだけど、硫黄島にするよ。じゃあ、命令を。で、一応沖縄には沖縄でね、沖縄に駐屯させておく部隊も置いておきましょう。これで今だと沖縄本島と尖閣、あと硫黄島からフィリピンに対して同時に強襲上陸をかけるという作戦を実行するための準備ですね。で、今政治ポイントが59しかないんですけど、政治ポイントが溜まったらですね、続けてベトナム、ラオス、カンボジア、それぞれに対して宣戦布告をしていきましょう。で、あとは外交では、アメリカがね、この後、我々の戦争に、茶々を入れてきた、来られたら困るので、そうならないように、やることをやっておきましょうというところですね。アメリカとタイには親善の大使を送り込んでおいて、ベトナム、ラオス、カンボジア、それとフィリピンに対しては、宣戦布告の準備も、フィリピンに対しては行ってますというところです。さて、艦隊の方はどうなったかというと、全部入ったね。そしたらそれぞれの作戦域を決めていきましょう。まずは第1艦隊。第1艦隊はですね、フィリピン、セレベス、南下、この3つの海域を担当してもらおうかな。
で、艦載している航空部隊も同様の作戦についてもらいましょう。で、第3艦隊、これもね、同じく、空母のいる部隊なんで、第1艦隊と同じところを同じように制圧してもらいます。で、昼夜を問わずにしておきましょう。航空隊の活動に関しては、で、続いて、第2艦隊ですね。第2艦隊はというと、日本海からマリアナ、さらにフィリピン海、ここを徘徊してもらおう。まあ、徘徊、紹介かな。第4艦隊、ここはね、戦力的にはかなり乏しいので、まあ、日本近海ということで、で、第5艦隊ですね。第5艦隊も戦力的にはどうかなというところではあるんですが、まあ、ここは将来的なことを考えて、マラッカ海峡あたりまで進出。続いて潜水艦隊ですね。潜水艦隊の方は通商破壊をしてもらいましょう。まあ、こんなところで艦隊の配備はいいかな。あとは強襲上陸に備えるだけですね。で、尖閣には、第一自動車化大隊が入っていて、砲兵大隊だな。砲兵大隊に入っているのが、今、沖縄に入っているのが10師団しかいないので、これちょっとどっかに溢れてるね。確認しましょう。ここにいるね。彼を、この1師団分を一旦港に入れちゃいましょう。港じゃないと移動できないっていうのがちょっと煩わしいですよね。合ってる？そうだよね。ここまで移動できないでしょ、きっと。この一師団だけ。移動したいよ、としても。そうか。そしたら、いや、めんどくさいな。やめよう。移動させちゃおう。準備完了。もうここはもったいないんで、もういっそのこと新しい次世代の航空機とかの方にどんどん振っていこう。まあ、敵国がね、こちらに対して強襲上陸をかけてくるということは絶対にないと言い切れるので、了解、そういう余計な心配はしないでおきましょう。
準備よし。まあ、まずはとりあえずフィリピン近海での海戦で敵の海軍を叩いた後に強襲上陸を、北側ルソンから南下していく形で、マニラから入っていく形ですかね。結局補給がね、きっちりできないといくら強い軍でもやられてしまうんで、まずはルソンを制圧するところからになると思います。なので、ルソンから入る部隊と、ルソンの脇っちょから入る部隊がいてもいいかもしれないですね。沖縄の海軍基地は増強します。台湾と同盟してもどうせ台湾すぐ同盟から離れていくからだ。あまり当てにせずというところかな。同盟国は少なくても。あとはちょっと生産のラインも見直しますか。ぐっちゃぐちゃになってきてるからね。で、どうしようかな。もう一つ言えるのは、支援装備とかいるっていうとこだよね。対空砲火とか。対空砲とかもういらない気するよな。ちょっともう生産やめましょう。で、輸送機は一応作っておいて、第4世代の攻撃機をもうちょっと増強しましょう。で、輸送船団は数を減らします。で、駆逐艦いいでしょう。潜水艦をちょっと増やしてもいいかな。こんなところですかね。ミサイル巡洋艦をじゃあちょっと、いや、強襲揚陸艦を作ろう。強襲揚陸艦、何気に惜しいからな。強襲揚陸艦はそもそも今開発されていないと。なるほど。じゃあ、次の、次の研究枠は強襲揚陸艦を作ろう。そう遠くないうちに来ますからね。で、強襲揚陸艦も作ってしまって艦隊に入れちゃいましょうという話ですね。この後ベトナム、ラオス、カンボジア、場合によってはインドネシア、この辺りに強襲上陸をかけていくことになるので、その時のために強襲揚陸艦を開発するっていうのは悪くないですよね。今のままいくともうあとすぐいくつか終わるものがあるので、強襲揚陸艦をすぐ作りましょう。じゃあまずはベトナムに対して宣戦布告の準備をします。
お、ベトナムに対してはもうやってるね。となると次はラオスだ。ラオス。186か、ちょっと足りないですね。もうちょっと待ちましょう。でその間になんか他に下準備があるかというと、空軍の増強をしておきましょうか。まあ、台湾との同盟とかってすぐ破棄同棲してくるんで、彼らは台湾との同盟とかはさておいてだ。研究枠獲得しに行こう。で爆撃機をさらに飛ばしていきます。そうか、台湾と同盟結べたら台湾の方が航空基地近いですね。まあ台湾が陣営から去らなければの話ですけど。いや、台湾の航空基地めちゃくちゃでかいな。沖縄のその日じゃないですね。やっぱり陣営を去ったよ。なんかそんな気したんだよ。陣営去るスピードが半端じゃないな。まあ、とはいえ、台湾とは、個別に、同盟をね、結んでおくというのは悪くないですからね。さあ、宣戦布告可能まであと2ヶ月。強襲揚陸艦をもうちょっと早く気づいておけばよかったかなというのが、まあ、後悔かな。まあ、ここは通信ポイントを使ってでも少しでも有利な状況を作っていきましょう。
で、強襲上陸の順番なんですけど、まず最初に、24手段抱える自動車歩兵大隊。これを一番最初に投入します。多分これがね、時間が一番かかると思うんですよ。強襲上陸の準備が整うのに。で、その後に、歩兵大隊11段。で、最後に戦車大隊5手段。この順番で投入していきます。そうすると結果的にね、同じぐらいの時期に、フィリピンに対して強襲上陸をかけるんじゃないかなと思いますので、そこはタイミングを見ていきましょう。東北の軍事工場を減らしてでも、ちょっと沖縄の海軍基地先に作りましょうか。そうか、ルソン、アパリにはフィリピン軍が駐屯してるな。となると、ちらちらと見えている状況を見ると、アパリから入るよりかは、やっぱりルソンから入った方が良さそうですね、この辺りから。これでラオスに対しても宣戦布告のための理由の正当化を行いました。まあ、戦争工作ですね、いわゆる。でだ、こっから先なんですが、第一艦隊がどこにいる？第一艦隊ここにいるな。南シナ海方面での制海権、制空権ともに確実なものにしたいからな。そしたらエースの方にしましょう。エース発生確率プラス25%で、 F61 が終わったら、 F61 の代わりに強襲揚陸艦、これを投入していきます。
これだね。開戦まで待ち遠しいですね。あと1ヶ月と10日。もう一度作戦の目標とその進行ルートを確認しておきましょう。まずは沖縄本島からはこちら、岡部さん率いる砲兵大隊がフィリピン北部へ上陸。続いて戦車大隊5師団ですね、オタさん、マキヤオタさんが率いる戦車大隊、これも、どちらかというとね、フィリピン北部の東海岸からで主力自動車化大隊24師団を、きっちりと補給が整えられた体制下のもと投入していくという形です。これは尖閣諸島から上陸させます。で海軍なんですが、第1、第2、第3、第4、第5の水上部隊に加えて、潜水艦隊1、2、これが通商破壊活動に当たっているという状態です。で、日本第1艦隊の方なんですが、これは、まあ、いわゆるロールアウトしてきた艦艇がそのまま、この日本第1艦隊という艦隊に組み込まれていくので、ここにですね、おそらくこの後、もうあと、半年もすれば、航空母艦の4、型として空母が入ってくるはずなので、この空母が入ってきたら空母をここに入れていきましょう。なので本当にね、この特に第一艦隊とか見ていくとですね、まあ機関は空母双竜なんですが、それに護衛艦としてミサイル14艦に駆逐艦コルベット、さらに潜水艦という形で、本当に今米国が推し進めている空母打撃群にかなり近い構成になってますというところですね。ミサイル巡洋艦、まあフリゲート艦ですよね、駆逐艦にコルベット。このハテナマークの意味がちょっとよくわかんないけど、どういう意味なんだろう。まあ、一番恐れているのがフィリピンと海戦したときにアメリカ軍が介入してくる、中国軍が介入してくるっていうところなので、まあ、それを防ぐためにまずアメリカに対しては親善の大使を送っておいて、まあ、中国はねちょっとどうしようも打つ手がないんですが、まあ、フィリピンをね、早々に陥落させるというところがその対策になるかなと思います。でフィリピン攻略後はベトナム、ラオス、カンボジアへ侵攻して北朝鮮に攻撃を行っていくと。で、大国中国との戦いに入っていきましょう。そうなった時はロシアとはちょっと結んでおきたいよな。
ロシアは一応アジアのくくりでいいのかな？ラリルレロシア。あ、いないね。ヨーロッパくくりなのかな、そうすると。そうですね、ヨーロッパくくりですね。プーチンさんもね、もう長期政権化してますけど。さあ、開戦まであと1ヶ月を切ってきました。ちょっと待ってね。これで艦隊全部出動したでいいよね。第一艦隊が今動いてなかった説があるけど大丈夫だね。これで航空隊も配備したし、あとは海戦を待つだけだな。
ちょっと待ってね。戦略爆撃隊だから配備できないんだな。よしよし、大丈夫だね。地上部隊には航空隊の支援も当たらせている。盤石な構えだな。で、第一艦隊は作戦行動中に入ってるね。で、第三艦隊も作戦行動中。さあ、開戦のその日まであと10日。研究枠が1個増えたね。じゃあこの後なんですけど、お、エチオピアは中国の軍事支援を得る。アメリカと逆らう形になったわけだな。アフリカで動きがありましたね。で、この後なんですけど、モンゴルと同盟とかしてもあまり意味がない気がするんだよね。どうせまた陣営を去っていくんじゃないかという疑惑があるんで、建設工学を入れておいた方がいいかな。で、研究枠。ここで、カタパルトアップグレードしましょう。これで、飛行甲板のサイズが 20% アップすると、いう話があるんで、やっていきましょう。まだたどり着いてない？ちょっとこの辺りの操作がね、画面が小さいとしづらいですよね。お、着いたね。着いたら沖縄に入れてあげましょう。で、これで砲兵大隊は12師団体制になりましたね。さあ、強襲上陸を仕掛けていきましょう。じゃあ、フィリピンに対しては宣戦を布告していきます。まあ、同盟国いないけど。ちょっと待って、強襲上陸ってもしかしてさ、戦争に入る前から準備はできた？だとしたらもったいなかったな。168日かかるもんね、強襲上陸かけるまでに。さらに、
で、アメリカから義勇兵ですね。まあこれは邪魔になるものではないのでもらっておきましょう。そうするとちょっと足並みを揃えるっていう当初の作戦がうまくいかないな。160日もかかるってなるとちょっとそれを待っていられないと。ちょっと待ってね、この強襲上陸が、一個ずつ確認していきましょう。慌てずに。まずは84日かかる分の4日が完了で、こっちはというと168日かかる分の7日分が完了してますという話でいいよね。問題はこっちだな。どこにいる？硫黄島。もしかしてさ、硫黄島って制海権ないとかそういうこと？そういうことだな。そしたら第三艦隊だな。第三艦隊、しょうがないな。準備よし。ちょっともったいないけど。準備よし。命令を。この戦車大隊の場所がいまいちあれだな、はまってないな。これ第三艦隊が入ってきたんで、第三艦隊を、制海権を取ろう。制海権を取った上でもう一度ちょっとやってみますか。で、何日かかるか。そうか、戦車だから港で陸揚げしないとダメですね。よくよく考えたらそういうことだ。であれば、ちょっと作戦を考え直す必要があって、強襲上陸はするものの、するもののですね、港に入らなきゃいけないんだな。だからどこに入るかというと、タグマンになるね。そういうことだと思う。ちょっと待ってね、このプロビンスには上陸できませんになっているけど、その理由は、海軍基地があるところじゃないとやっぱ上陸できないな。そういうことですよね。
旦ちょっと研究枠を使っちゃいましょう。もったいないので、このまま寝かしておくのは。でだ。ちょっと待ってくださいね。このままね、虎の子の戦車大隊を動かさないのはもったいないけど、35日分の5日入ってるんで、これで、ルソンに上陸はできるはずだ。あとは、海戦だね。まあ、ここはね、間違いなく、我々の方が有利なはずなので、まあ、静観しておけばいいでしょう。まあ、いよいよ開戦したわけなんですが、準備完了。次だ。まあ強襲上陸をかけてどうなるかだな。まあ北部に集中してますからね。うまくはまってくれればいいんですけど。強襲上陸の準備を先にしとくべきだったんだな。ちょっともったいなかったな。まあしょうがないですね。まあ今のうちに制海権、制空権を確固たるものにしておこう。で、制海権の方なんですけど、まあこっちは申し分ないよね。制空権の方は？制空権の方は南シナ海で制空権取れてないんだな。蒼龍が出てるけど、蒼龍が、まあ機能してないな。南シナ海で制海権ないの？本当に？南シナ海の方にちょっと艦隊出したいな。空母、もう一隻空母欲しかった。今だと南シナ海に空母一隻しかいないんですよね。
あ、割り当てられるんだ。これは初めて知ったぞ。この空母と、上陸部隊というか、まあ陸軍ですね。これ連携できるんだ。これは初めて知った。これは嬉しいな。これで、戦車大隊に空母飛龍の航空隊、これを組み合わせることができましたね。まあ、どうしても南シナ海の制海権ではなく制空権が欲しいんですけど、制空権が取れないな。まあ、時間の問題だとは思うんですけどね。まあ、何度か南シナ海の制空権も取って盤石の構えで攻略に当たりたいんですが、ちょっと不安もありますね。これで砲兵大隊には空母と、自動車化大隊にはないものの、これは航続なのでいいでしょうと。で、一番最初に投入される戦車大隊、これが空母の支援を受けて上陸できるというところなので、まあ、まずはこの上陸作戦がうまくいくかどうかですね。上陸してきっちり港を確保できるかどうか。港を確保しないと結局のところ補給ができなくなって死んでしまうんで、まあここですね、ルソンの海軍基地、ここを確保できるかどうかかなと思います。さあ、あと1週間で強襲上陸が始まるな。沖縄の空軍基地から爆撃隊は出てるのか？戦略爆撃待機中になってるね。まあ、北部に集中的に強襲上陸をかけるんで、フィリピン軍が北部を集中的に守ると厳しいけど、まあ、どうしてもね、海軍の基地がある場所っていうところを狙っていくとなると、まあ、タグバンか、まあ、アパリかっていうところのどっちかになっちゃうんだけど、マニラに強襲上陸かけてもね、結局、マニラ近郊のこの海軍基地を占拠しなきゃいけないんだよね。さあ、強襲上陸が始まるぞ、そろそろ。ちょっとね、1時間と。時間が経ってきましたので、そろそろ畳んでいきたいんですが、もうちょっとだけ見ていきましょう。強襲上陸が始まったところまでね、見届けていきたいと思います。
戦車の5師団がどこまで来てる？もうね、いいところまで来てますね。さあ、強襲上陸が始まったけど、ちょっと厳しいのかな。アパリには敵の部隊いるもんね。まあ、あっさりは上陸させてくれないか。上陸した？上陸したら陸から一気に叩こう。アパリを占拠すれば、まあ、まずは補給という点では安心できますからね。まあ、フィリピン軍も気づいて増援に来るだろうから、その前に決着つけたいけど、まあ、供給の補給マップに切り替えました。このまま赤い状態だとね、グリ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 やられちゃうので、一刻も早く海軍基地を占拠したいところですね。気づいたか、敵の方もこちらの動きに。もうちょっとだけ、すみません、やらせてくださいね。ここの結末は見届けたい。こんな時揚陸艦がいてくれればっていう思いになっちゃうな。なんとか、残りの4個師団も陸揚げしたいな。
なんとか押し込みたい。どう？その前に戦車大隊が1個やられちゃうかな。ちょっと持たないかもしれないですね。どっちが先にたどり着けるかだな。分かってるよ。なんとか陸揚げしたい。ダメ。くそー、やられたか。持たなかったね。ただ陸揚げに成功した。なんとか陸揚げに成功しましたね。まあ犠牲は大きかったですが、あとはこの場所を確保しましょう。しっかり。あとは後続の部隊がね、到着するのをちょっと待ちましょう。我慢して我慢して。というか強襲上陸じゃなくていいからね、もう。上陸しよう。準備よし。ちょっと待ってね、強襲上陸じゃなく普通の上陸でいい。もう強襲上陸である必要はなくなりましたので、普通に陸揚げしましょう。まあ、戦車大隊1師団を失ったのは痛いですけど、まあ、それだけで済んだだけまだマシかな。じゃあ自動車化大隊9師団が到着しましたね。準備完了。ちょっと待ってね、どこにいる？居場所が分からない。この自動車化大隊9師団を投入すれば決まる気がするんだけど。救手団いるね。アパリに今入ってますね。
もうこれで強襲上陸をかける必要はなくなっちゃいましたけど。まあ、強襲上陸の準備をしている人たちはその強襲上陸の準備をしといてもらいましょう。じゃあおそらくねこの残りの9師団で十分に対応できるんじゃないかなとは思いますんで。じゃあこのままマニラまで進行していきましょう。ちょっとねゲーミング PC とはいえ収録しながら少しきつめですね、グラフィック性能的には。でちょっと時間が本当に長くなってきてしまったので一旦じゃあこの辺りで終えていきたいと思うんですが、まずは戦線としてはなんとか維持はできているのかな。これ砲兵大隊が入ってきたね。ついいやでもなかなかにしんどいことしてくれるな。フィリピンの方も。というわけでね、ちょっと上陸後戦線が膠着状態になってきていますが、一旦ここで終わりにして次回じゃあこの続きをプレイしていきたいかなというふうに思います。ちょっと師団がね固まりすぎていて、補給のキャパを超えてしまっているっていうのがあるので、これをなんとかちょっと打開するために早め早めの進軍が必要かなというところかなと思います。ではこの続きは次回プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。